ではこの動画をご覧の皆さんに簡単にまずはですねラックスマンさんについて改めてご紹介をお願いいたします。はい、こんにちは、私どもラックスマンは、1925年創業で、本年度で97周年を迎える、まあ、世界でも最高の部類に入る歴史を、誇る、オーディオメーカーでございます。で取扱製品に関しましては、まあ今回アナログプレイヤーの新製品でございますように、送り出しの装置から、アンプ制御、クリーン電源、そういった、まあ、オーディオ機器一般に全般に関しては、まあ、全てのカテゴリー、網羅して、製造販売、させていただいています。で、もう一つ取り扱いの製品としましては2017年から、フランスの、フォーカル社の製品ですね、フォーカル社のホームオーディオ製品とそれから、ハイファイのヘッドホン、こちらのカテゴリーを、輸入販売しております。ではそんな取扱いの製品の中から今年も注目製品があると思いますので、はい、次ではそちらのお話についてお伺いしたいと思います。はい、今年の東京インターナショナルオーディオショーの注目製品を次にお伺いしたいと思うんですけれども、3つ製品があるとお伺いしております。まずはですね、この5月に発売されたアナログプレイヤーからぜひお願いします。はい、5月に発売いたしました、PD151M2、というモデルです。まあ、お値段がですね35万8000円という、ベルトドライブの、本格的なアナログプレイヤーになります。そちらの技術的なポイントとお伺いお願いしたいんですけれども、はいはい、PD151M2 は、まあ、PD151 がベースにあっているんですけれども、アームをですね、まあ、佐伯さんのご協力をいただいて、ナイフエッジの、アームを搭載して、ベースアップしたと、そういうような構成になっております。次の製品お伺いしたいと思うんですが、こちらの、はいはい、2つ目に注目していただきたいのは、私どものラインナップの、中間を埋めるというですね、待望のミドルクラスの、製品となります、SACD-CD プレイヤーの D07X という、製品になります。まあ、お値段が税抜き価格で、75万円という、プレイヤーになります。でこちらの特徴はどういった部分でしょうか。はい、中の、構成、回路構成はですね、上位機種の D10X というものをそのまんまあの構成を引き継ぎまして、まあ、お求めやすい価格に、仕上げたというような、構成になっております。ローム製ダックを、BD3431 を、左右1機ずつ乗せまして、フルバランスの、アナログ回路を、乗せたという、まあ、そういうような構成になっております。そして3つ目の注目製品がこちらのアナログプレイヤーになると思うんですけれども、同じ年でこの2ラインナップのアナログプレイヤーが発売というところもなかなか珍しいかとも思うんですが、そのあたりも含めてぜひお話をお伺いさせてください。はいはい、3つ目にご紹介させていただくのは、PD の191と 191A というモデルでございます。はい、お値段が税抜き価格90万円という、まあ、非常に高価なアナログプレイヤーとなりますが、今回は、ご注目いただきたい、まあ、新しい全てがまあ新設計になりまして、はい、新しい、完全フルオリジナルですね、の新規設計の、アームを搭載して、まあ、装いも新たに生まれ変わったというモデルというふうになっております。はい、まあ、背景にはですね、およそ2年ほど前にそれまであの151というモデルと PD151 という先ほど紹介した151というモデルとそれから PD171A というモデルですね、2機種ラインナップはしておりましたが、そのアームを、供給していただいてた、ジェルコさんが、休眠されるということで、アームの供給が途絶えたというところで、早急に新しいアームを開発しなければいけないというところで、151M2 に関しましては、ナイフエッジ機構を使った、カスタマイズオリジナル製品のアームを搭載して、こちらはまさに細工さんと一から、私どもラックスマンの方で、作り込んだ、新規設計の、完全オリジナルアームを、この度改善して、それを、この製品に搭載したということになっております。その
まさに今お話しいただいたこのトーンアームの部分の技術的なポイントを含めて、はい、ぜひ詳しくお話を伺いさせてください。はいはい、これはですね、まあ、あの佐伯さんと共同開発、まあ、したわけなんですけれども、まず一番設計の目標として初動感度を上げるというところに、注目しまして、初動感度を上げるためにどういう設計ができるかということを、まあ、佐伯さんとかなり詰めながら、まあ、やってきた、そういう、アームですね。はい、かなり機構的にもですね、凝っていますし、まあ、ナイフエッジならではの、まあ、感度のいい、音の、まあ、出方というんですかね、でそういうところが、まあ、大きな特徴になると思いますね。はい、まあ、あと通常ですと9インチ、うん、まあ、もしくは12インチというのが割と、はい、まあ、広く標準的にサイズ感として捉えられているんですけど、うん、はい、それは今回間の10インチを選択したんですね。そうですね、あまり長くすると、うん、アーム自体の実行質量が増えてしまうということもあって、うん、その辺はちょっと佐伯さんとお話をしながらですね、まあ、長くはしたいんだけれども、まあ、初動感度は、維持したいということ で、うん、でなおかつ、オフセット角ですね、でこれが、まあ、内周と外周で 2箇所、オフセットがゼロになるというところを持つ、まあ、ギリギリの長さということになると、まあ、10インチということになるんですけども、うん、でその辺で、10インチを、で設計しましょうということになりました。うん、なるほど。じゃ本当に新しい技術もたくさん詰め込まれたこの新製品ですね。はい、ぜひこの今回の東京インターナショナルオーディオショー、皆さんにぜひ音を実際に聞いていただきたいですね。はい、注目の製品を3モデル、ご紹介いただきましたけれども、実際当日のブースではこちらの製品以外にも参考出品のモデルがあるということで、ぜひそちらについても教えてください。はい、今年もラックスマンとしましては、G の408例年と同じ、ブースで皆様をお待ちしているんですが、今回先に紹介させていただきました新製品ですね、3機種の他に、実はちょっと、今年度発売が、ギリギリかもしくはもうちょっと先送りせざるを得ない、うん、モデルが、2機種ほどございます。一つの機械としましては、昨年発売いたしました、うん、新しい増幅エンジンライフスを積んだですね、パワーアンプ M10X の、対になる、コントローラーアンプですね。うん、去年のイベントにお越しいただいた方はご存知かもしれませんが、来年これの対のコントローラーアンプが出ますということで、うん、いろんな形でデモをさせていただいたんですが、その C10X は、ちょっと残念ながらちょっともう、うん、パーツの入荷の関係でですね、来年春頃というふうな、うん、もう計画の、遅延が発生しております。発売の遅延ですね。ですからまあただ製品ご覧いただける、もしくは、音質もですね 100% にはなではないかもしれないですけど、うん、ご体感いただけるモデルは、C10X お持ちする予定です。はい、あとはですね、新しい Z シリーズの、フラグシップの、プリメインアンプ、こちらの方もですね、開発を、今は、終えた段階で、あとは生産の形になるんですが、ちょっと、まあ、昨今の、製品パーツの入荷具合なんかを考えますと、もしかしたらちょっと年末、もしくに発売するのはちょっと難しくなるかとは思われるような、ものですが、ちょっとそちらの方もですね、皆様にご覧いただけるような、形になるかと思います。はい、じゃあ本当に25年に100周年を迎えられるラックスマンさんですけれども、はい、まずは来年のその新製品もまず少しお楽しみいただけるようなブースになるということで、はい、そちらも含めてぜひ楽しんでいただきたいですね。はいはい、今年もですね、評論家の先生の講演会もあると思いますけれども、そちらは今年はどんな形で展開されますでしょうか。はいはい、今年もですね、例年だいたい1日2回、はい、ステレオサウンド様の、筆者の、はい、先生方をお招きして、特別講演という形でやっておりますが、本年度も同じような形で、1日2名様ぐらいの、はい、スケジュールで、10月の初旬ぐらいにはスケジュール、発表できるかと思います。はい、で、それ以外の、コマに関しましては、
比較的多くの組み合わせですね、セパレートアンプ、ショーになりますとどうしてもちょっと上位機種フラグシップでの、イベントが多くなるかと思うんですが、まあ、弊社に関しましてはプリメインアンプであるとか、それから CD とのシンプルな組み合わせで、ポーカルのスピーカー、ポーカルの価格帯が比較的、充実しておりますので、はい、スタンダードなクラスから、上位機種まで、いろんな組み合わせをなるべく多くの方々にご体感いただくように、多彩な、プログラムを、組んでお待ちする予定でございます。それからまあ今年もですね、やはりコロナ、まん延防止法ということで、入場制限の方はですね、まあ、昨年に比べますと緩む形にはなりますし、はい、評論家様のご講演に関しても少し、去年よりは、入場者数をですね、増やす方向でいますので、はい、去年ちょっと見れなかったという方はぜひ今年ですね、お楽しみいただけるようにしたいと考えております。その講演のスケジュールっていうのは、はい、ラクスマさんのホームページ等でチェックしていただけるっていう形ですね、はい、私どもの、確定し次第ですね、はい、私どものホームページでティアス2022年の、ラックスマンブースの、公演スケジュールという形で、皆様にご覧になっていただけるようにいたします。はい、ではね、ぜひこちらの動画と合わせてそちらのホームページもチェックして、はい、たくさんの皆さんにお越しいただきたいと思いますね。はい、そうです。はい、ぜひ今後の、ブランドの展開について教えてください。はい、そうですね、私どもは、M10X などで導入し、開発しましたライフスという回路をですね、他のアンプにも、どんどん入れていくような、形で、いろんなモデルにそのライフスを導入して、広げていくと、そういうような、形になると思います。で、まあ、100周年に向けてですね、記念モデル的なものも、今、鋭利開発しておりますので、まあ、その辺もまた注目していただければというふうに思います。では最後にですね、この動画をご覧の来場予定の皆さんにぜひお一人様ずつメッセージをお願いしたいと思います。まず小柳さんから。はい、本年度もラックスマンといたしましては、先ほどご紹介しました、新製品3機種、それから、来年発売予定のモデルも含めてですね、注目の製品も含めて、先ほどもちょっとお話ししましたが、スタンダードなプリミアアンプのセット、それからフラグシップのセパレートまでですね、多彩なラインナップでですね、皆様のお越しをお待ち申し上げてますので、ぜひ、ラクスマンブースにお立ち寄りください。ですね、まあ、今年はまたアナログプレイヤーも充実して、してきましたし、セパレートアンプも、M10X と、ペアになるものが出てきますので、まあ、皆さんにですね、ご来場いただいて、私も製品を見ていただいて楽しんでいただければというふうに思っておりますので、会場でお待ちしております。よろしくお願いいたします。ぜひラックスマンさんの注目の新製品を体感しに、ブースの方へ足を運んでいただきたいと思います。というわけで、今回はラックスマン株式会社の広報部部長の小柳さんと、取締役開発部部長の、長妻さんにお話を伺いいたしました。お二人ともありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。